どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日はガンダムオールスターコロシアム、このアカウントの周回編成を紹介していきたいと思います。そして今ね、初クリアしたばっかりなので、報酬のガチャも引いていきたいと思います。さあ行きましょう。星6以上確定ガチャということで、ずっと言っている通り、このアカウントの狙いは星8ガンダム一択です。ニューガンダムをください。まあ、ニューガンダムはガチャから出てこないけども、星8ください。頼む演出。あー6か。あーキマリスだっけですね。2体目ですね。まあ、グングニールにしましょうかね。ということで編成を紹介していくんですけれども、この編成はね、ツイッターの方で見つけました編成を参考にしております。パズドラ攻略班、違う、神ゲー攻略のパズドラ攻略班かな。はい、概要欄に元ツイートの URL 貼ってあると思うんですけども、ほぼほぼ、丸パクリ編成となっておりますが、ウルカだけ持っていなかったので、ここをこんな感じで、同じようなスキルの大きな旗、これで代用しております。まあ、これによってチーム HP の数とかが変わってきちゃっていて、 HP が足りてないんですよね。なんで途中で自力回復を軽く挟まなきゃいけないとかがあるんで、まあ、そこだけ気をつけていただければ、あとは元ツイートにそれこそね書いてある通り立ち回れるかなと思います。画像も出てると思うんですけども、1体ずつ紹介していきましょう。まずリーダーがサザピーですね。サザビーザクのやつ、ちょうど引けてたので、まあ、この編成が組めたというのもあります。超覚醒スキブプラス潜在は上限解放、遅延が2つです。で、相方が神結び正月のやつですね。これ持ってなかったんでフレンドさんに借りていて、まあ連戦モードオンできないんですけども、まあまあまあ快適なのでいいでしょうって感じ。聴覚性がコンボ強化、アシストが学園オロチの武器で威嚇として使っていきます。潜在は上限解放と遅延が2つです。で、サブシバドラ2体が、聴覚性超つなげ消しの、これ正月ジャンヌダルクの武器、はい、これでまあバインド耐性補いつつ自動回復を搭載している。で、潜在が上限解放、遅延が2つっていうのが2体並んでいて、もう1体が、マドゥ武器の、まあ、潜在が上限解放、遅延が2個、超覚醒超つなげ消しのキャラを採用しております。で、最後、ジョーサー、ジョナサン・ジョースターですが、超覚醒コンボ強化、アシストがこれ火のミアーダの武器ですが、最初ね、最初というかまあ3回で、リダチェンをしていくという立ち回りになっております。潜在は上限解放と遅延が2個です。これで覚醒バッジが落ち込んなしバッジでやっていきましょう。はい、ということでやっていきましょう。まず1回ですが、まあ普通にねシバドラをループしていきます。基本的にね、はい、途中でまあオロチを挟みつつスキルターンをねこう調整しつつみたいなところはあるんですけども、はい、1回進化スキル進化時の花火でまずはぶっ飛ばしていきます。で、この次ですね、早速、まあ、フレンドさんの学園オロチが溜まったと思うんですけれども、これを使って4ターン1コンボを挟んでいきます。はい、まあ、属性吸収もあったりね、あとまあリダチェンもしたかったりっていうので、ここで1回足踏みをしていきます。もう1コンボですね。はい、これで2体目のシバドラを、まあ、進化スキルに進化させて、これで崩していくと。まあ、ルーレットも消えていい感じですね。で、この次なんですけれども、火のミアーダ、先に使っていきましょう。ジョナサン・ジョースターのスキルも使いたいので、3体目のね、シバドラの2ターンヘイストをしっかりそこにね、かけてあげたいというところもあるので、リダチェンをしてから、はい、シバドラ使って、これを崩していくと。まあ、相手水属性ですけども、ミアーダの武器のいいところがね、この9ターンエンハンスがかかっているというところもあって、はい、軽く問題ないかなと思います。バトル4、シバドラずらしですね。はい、もうここからは基本的にシバドラループです。さっき1回オロチ挟みましたけど、まあ、もう1回ね、オロチ挟むところもあるんですけど、まあ、あとはね、ウルカのところですよね。まあ、今回は大きな旗で代用しておりますが、そこでまあ威嚇を刺してっていうところも後半またあります。威嚇は最強です。はい、ここに関してはまあコンボ吸収だけ気をつけてあげて、突破していきます。コンボ吸収気をつけるところもう1回あるかな。いきます。で、ここですね、まあ、ウルカだったり、
ダメージ吸収無効プラスダメージ無効貫通みたいなやつの2段継続がここでね大活躍するところなんですけれども、ここ大きなスキルでこの編成このアカウントは代用して突破していきます。で、バトル7に関してもシバトラつらしで、さっきね2段継続のものを使っているのでここも同時にスムーズにぶち抜いていくことができます。はい、これで突破して、でここからはまた普通のシバトラずらしですね。はい、盤面変換されますが関係ありません。これ崩していって、うん、 OK で、バトル9に関しても同様ですね。はい、遠くの闇目覚め関係ありません。闇目覚めも関係ありません。で、まあそうだね、このあと結局、13コンボ以下吸収があるのでそこだけ気をつけたいという感じではあるんですけど、基本的にイメージとしては、まあ、シバドラで固定変換したもの以外の上に残ってるようなコンボドロップをまあ、数えてつなげるというより全部消してあげるぐらいの勢いでコンボ組んだ方が失敗はないんじゃないかなと思います。まあ、これ2個残しておりますが15コンボという形で、はい、ぶち抜けていて、でそれ抜いた後ね、遅延が飛んできてしまうのでここでジョナサンを使っていきます。序盤ね、リタチェンしたニアダ武器がついているジョナサン、これがまあちょうどロック解除陣ということもあって、はい、これでぶち抜けますと。で、バトル12からまたここからはね、シバドラループに戻っていくんですけど、基本的に10コンボ以上するようにそこは気をつけていってください。この先ね、まあ、どんどん相手も硬くなるしミアダのエンハンスも切れているしというところでコンボ数が大事になってきます。まあ、なんでコンボ数が大事かっていうところなんですけど、サザビーがね超コンボ強化2個っていう火力覚醒なんで、はい、まあそれはね、10コンボしないと火力落ちちゃうよねっていう感じです。はい、ここの属性吸収問題ないと思います。でバトル14に関しても、はい、花火きますが固定変換のシバドラには全く関係ないと。ただねコンボ現象来てしまうんですが、こんだけねコンボドロップも入ればというところで11コンボは組めるのかな。はい、でこの次も花火が続いていきます。15回水花火ですね。でここが残っちゃうんですよ。まあ相手が水属性っていうこともあるんですけど、あと1体これデバフ食らってるっていうのも引っかかるポイントなのかな。はい、この量残るんですよね。ここね倒したいけどね、うん、まあなかなか厳しいですよね。ただまあその残しちゃうことによるなんか発狂もなければ別にね、行動的には遅延ですけど遅延も食らわないので問題ないかなと思います。で、バトル16に関してもシバドラを打って崩す、シバドラを打って崩すの2パンで倒していきます。まあその際ね泥鏡を入れたりとか、入れられるなら入れたりとか、まあ普通に10コンボしたりとか、まあそういったね工夫は必要になってくるとは思うんですけども、はい、まあしっかり基本的には、さっき言った通り10コンボしてれば問題ないので、はい、それを2発決めていきましょう。10コンボで、はい、1番で、バトル17、いやめちゃめちゃ長いな本当このこのコロシアムは。はい、ここに関しても崩すだけです。僕がまあ何だっけ、毒目覚めが始まるところ、はい、なんでまあいろいろ降ってきたり、このあとね、猛毒ドロップを変換してくる瞬間もあるんですけども、間違っても組まないように気をつけてください。はい、ここも突破していって、でこの後からですね学園オロチをまた使っていったり、まあ、弱化ドロップを処理したりしていきます。そのね威嚇が効いてるうちに、なので神結びの後ろ使います。光の弱化ドロップがあったので消して、まあ、適当に光消して、水の弱化ドロップが降ってきちゃったからこれを処理したいと。はい、で、まあ、3ターン1コンボした後にここも2パンになるので、
相手あと2ですが、もう殴り始めますと。はい、これでもう一発ですね。 OK、 10ボンボで打ち抜いていきます。で、バトル20、ここでキューベレーがね、アクセムコを打ってくるんですけども、神結びで回復できるというところで、かなりね、そのジョナさんもそうだし、神結びもそうだし、いい感じに噛み合ったいい編成ですね。はい、 OK。 で、21回、ここに関してはウルカを使っていくということで対応していきます。はい、このね、猛毒のね、変換というか、まあ、目覚めか、猛毒目覚めを食らった後のドロリフなんで、はい、盤面に来ちゃうんですけど、ウルカ装備を使った後に1コンボしてあげて、シバドラずらし、シバドラずらしの2パンで抜いていきます。はい、これでボス戦ですね。まあ、ボス戦2択なんですけども、今回はサザビーでしたというところで、まあ、普通に、こっちの方が楽かな。シバドラ使って、ジョナサン使って、シバドラ使うだけで、ニューガンダムの方に関しては、まあ、シバドラサザビー使って、で、まあ、弱化ドロップなるべく消してとか、いろいろ作業が必要になってきます。はい、これに関してはジョナサンを使って、まあ、コンボ数ちょっとね気にしてあげて、まあ、10コンボいってないんですけど、ちゃんと10コンボした方が安心安全なんじゃないかなと思います。はい、もう一回シーバードラ使ってあげて、これでクリアというね。はい、ちょっと長いですけれども、まあ、少なくともね、ガチャもらう分、まあ、1回は頑張りましょう。あと報酬前でね、回れる方はコツコツ回りましょう。そんな感じで本日は以上です。さよなら。しげしげチャンネル。